はいどうも、伊藤 D でございます。今回はゴッドフェス弾いていきたいと思います。今回のラインナップはですね、指針、そして西洋神、そしてさらに新しく追加されました三国志、こちらの神15体が、ラインナップとなっております。あとね、フェス限定です。自分の狙いは西洋からはアポロンが欲しいです。そして三国志からは、水タイプのなんだっけ、孫権かな、孫権が欲しいです。それ以外呂布とかね、曹操、劉備は、昨日のパズドライブで当たったんで、このね、水、特に水のね、孫権が欲しいです。あと、ここね2ヶ月ぐらいずっと、欲しいと言っておきながら当たっていない、青ソニア、こちらが狙いとなっております。さあ、10連ガチャやっていきたいと思います。もう皆さんの中ではお前もう絶対10連じゃないだろうって思ってる方もいるかもしれません。ですが今回はきっぱりと言いましょう。10連で終わらせます。はい。よし、じゃあ行きましょう。まず1回目、テンポよくね、テンポよく行きましょう。行きます。金スタート。お、来るよ、一発目から。なるほど、いい開幕。まあ金が出たからね、まあそれだけでまずいい開幕ですよ。こっから行きたいと思います。2回目、核変起こそう。まず金の核変いきます。はい、あれ、はい、よし。さあ2連続金いけるよ、いけるよ。いやー、マジかー。リリースですね、リリース。さあ次、頼む、本当に。どれか、3体のうちどれかはまず欲しい。いきます。はい、頼みますよ。いきます。よし、頼む。うわー、マジで引き悪っ。引きがちょっとひどいな。ギガンテス。さあ次行きましょう。ちょっとテンポ早すぎかな。よし、いきます。はい、頼むよ。お願いします。いや、うっそ、悪い引き。いやー、六男坊誕生したんだけど、もう相棒ファミリーが溢れ返っちゃったな。マジか、やべえ。これで5投目。うわ、5投で何、金今4投引いて金1の銀3。ひどいな、ひどすぎる。いきます。頼む、お願いします。本当にお願いします。いやー、マジで、入らんだ。いや、ちょっと待って、銀4連続とかさ、誰も望んでないでしょ。一部の視聴者しか望んでないよ、こんなの。くっそー、やばい、飯うまになっちゃう。ダメだ、絶対飯まずにさせるのが俺の目的だ。絶対次引けよ、お願いします。本当に、いきます。くっそ、あれ、くっそー、頼む、来いよ。よし、来い。上手に進化しましたと。何よ、いらねえよお前らのなんか進化の過程とかさ、ふざけんなよ。7投目。やば、最悪、神ゼロですよ。6投引いて神ゼロ。よし、引く、いきます。頼むぞ、本当に。クソフェスと言わせんな。よし、来い。スキルマになったっつーの。昨日スキルマになったっつーの。いや、いらねえわ、マジで。ヒートスキル。神ゼロですよ。7頭引いて神ゼロ。ある、こんなの、ひどすぎ。
お願い、神ゼロとかはさ、ありえないだろう。いや、マジで？あ、これでも持ってない。なんでこいつなんか良かった気がするんだよな。ドラゴン侍、回復ドロップを毒に変えてドラゴンのタイプ攻撃力を2倍にする。あー、毒に変えるだとあれかな、これ攻撃ついたとしたら闇メタに使えるかも。攻撃追加されるのかな、これ攻撃だったら 100% あれだね、闇メタパの1になりますね。まあこれは持ってなかったからいいとしましょう。はい、いや、次引く、いきます、来い、9投目いきます、頼む、お願いよしプラタマカルロヘルフ、昨日のパズドライブでも出たんだよ。しかもこいつもさ、もうスキルマなんだよ、ヘルメス。いや、いらねえわ、ほんとに。あー、もう、でも今のが1体目の神か。ヘルメスが神とかも、いらん。10投目ですよ。そして10投目です。なのこのフェス、ちょっとさ、身にならなすぎなんだけど、ひどいな。頼むぞ、何か起こせ。よし、行きます、来い。あ、くそ、押せない、行きます、来い。運命の10投目、今回のフェス、俺はアオソニア、またはアポロン、または孫権、こちらを引いて終わりにします。いきます、来い。よし来い。持ってないけどこれじゃないね。よし2連続、これでもない。よし金3連続。アオーディンっすか。2体目だけど、まあ、これは嬉しいかな。2体いても全然使えるからね。よし4連続。金の確変も終わった。俺に残されたのはもうあと1回。引きます。はい、今回のラストはこちらでした。ドン、カモン神、カモン神。あ、これ持ってないけど持ってないけど、はいはい、まあ案の定、17回聞かせていただきました。まあ今回の収穫は、そうですね、上から17体ですね。金が1、2、3、4、5、6、7、8、8体。半分以下か。いや、これはちょっとね、弱いね。まあただ持ってないモンスターもそのうち1、2、3体が持ってないやつか。うん、結構ね、ここに来て持ってないやつが3体も出たというのはちょっとね、まあそこら辺は嬉しいけど、全然納得いかない結果でした。はい、またね、次のゴッドフェス、次こそは
次こそは、弾かせていただきます。アオソニア、皆さんね、ぜひとも次回もご視聴よろしくお願いします。お付き合いいただきましてありがとうございました。以上、パズドライブじゃないゴッドフェスでした。ありがとうございました。それでは皆さん、さよなら、バイバイ。